コフィー郡あるいはコーヒー郡はアメリカ合衆国ジョージア州に位置する郡である。2000年現在人口は 37,413 人である。ここの郡庁所在地はダグラスである。アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総面積1561平方キロメートルである。このうち1551平方キロメートルが陸地で、10平方キロメートルが水地域である。総面積の 0.62% が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この郡は人口 37,413 人。13,354 世帯、及び 9,788 家族が暮らしている。人口密度は24平方キロメートルである。10平方キロメートルの平均的な密度に 15,610 軒の住宅が建っている。この郡の人種的な構成は、白人 68.23%、アフリカンアメリカン 25.88%、先住民 0.32%、アジア 0.56%、太平洋諸島系 0.04%、その他の人種 4.04%、及び混血 0.92% である。ここの人口の 6.82% はヒスパニック、またはラテン系である。この郡内の住民は 28.30% が18歳未満の未成年、18歳。以上24歳以下が 11.00%、25歳以上44歳以下が 30.30%、45歳以上64歳以下が 20.50%、および65歳以上が 9.90% に渡っている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は 98.60 人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は 97.00 人である。この郡内の世帯ごとの平均的な収入は 37,10 米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 35,936 米ドルである。男性は 26,642 米ドルに対して、女性は 26,44 米ドルの平均的な収入がある。この郡の一人当たりの収入は 15,530 米ドルである。人口の 19.10% 及び家族の 15.30% は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の 23.90% 及び65歳以上の 21.10% は貧困線以下の生活を送っている。Find a County National Association of Counties http://www.naco.org/counties/pages/finacounty.aspx 2011年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステーツセンサスビューローhttp://factfinder.census.gov 2008年1月31日閲覧。ありがとうございます。